はい、どうもなおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日のさすらいそういいやつが来ました。まずはねここ行きましょうか。 VIP ルーム、ついに出ましたよ、土の子パンダ。今1体持ってるんだけども、2体目です。ようやく出てきてくれたね。出る確率はかなり低いんではないでしょうか。確実に仲間にしたいので、日記をつけていきますね。さあ、何回で仲間になるでしょうか。前回の土の子パンダは、2回目ぐらいで行ったんだよな。どうだ?イケメン系モテマクール入れてます。まあ1体だけで十分だと思うんですけど。ダメやったー、きたー、来ました。13回目です。13回目でツチノコパンダが仲間になりました。ツチノコパンダ、ようやくだ。2体目ですね。ツチノコパンダゲット。そしてもう1体下に出ております。今日はね運が良かった。なんと、あ、違ったトパニャンかと思ったらダイヤニャンだこれ。あ、トパーズかと思ったらダイヤだった。大失敗。まあいいか、ダイヤニャンこれ4体目ですね。ダイヤニャンも仲間にしましょう。日記をつけていきます。うわ、そうだった、忘れてた。さすらいそうでは鈴がゲットできて、鈴を取ったら、いる場所に行って戦わなきゃいけないんだね。そうか、なるほど、今思い出したわ。仲間になった、結構簡単じゃん。3回目ですよ。さすらいそうで俺50回ぐらい戦っちゃった。うわー、これは失敗したな。忘れてた。ダイヤニョン、ダイヤニョン。はい、ということで今日はボンミスやっちゃいましたね。さすらいそうでは鈴をゲットできるんだよね。だからさすらいそうでトパニャンとエメラルニャンが出てきてくれないとダメなんだ。そうだ、去年は夏の間、40日間ぐらいずっとやったけども一度も出てこなかったのよね。なので今年は出てきてくれるでしょう。頼みますよ。そしてツチノコパンダ2体目ゲットです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。